どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。よろしく。山本太郎と申します。綾野浩二です。あ、どうも。いやー、しかしこんなことになるとは。ねえ、ほんと。今日はお笑いのイベントですか？そう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 、今日はお笑いショー、ね、もうこの日差しが最高ですね。ねえ、気持ちいいですよね、うん、神戸らしい。神戸らしい。で、お生まれは？大阪なんですよ。大阪ですね。僕は東京の世田谷です。ね、なんで品が違いますよね。なんで東京生まれなのに神戸で住んでるんですか？僕ね、東京の世田谷に生まれ育って32年目に、うん、なんか東京にいると、うん、全てが東京から発信しているような、あ、ね、でもちょっとおかしいよと、うん、でどっかあの東京から離れて、うん、東京を見てみたいなと思って。なるほどなるほど。で、日本地図を開いたの、うん、そうすると、うん、日本海と太平洋、うん、両方持ってる県って、うん、あ、分かります、うん、社会できました、うん、できない。できなかったでしょ、うん、日本列島の中で、うん、兵庫県だけなんですよ。なるほど。日本海と太平洋。なるほど。だったらここは何かあるなと思って、うん、移住してきたんです。もう何年目ですか？今だから37、8年目です、ね、すごいね。年が70になりました。へえ。所さんおいくつですか？僕はまだ28。28。僕らはかなり先輩です。そうですね。なんでやね。もうね、悲しいからね、年がね、僕の方が上なんですよね。3ヶ月先輩ですから。本当にこの髪の毛の量を見ると分かるでしょ。そうそう、話がそれちゃったんだけど、うんうん、その今日はね、兵庫県の魅力を語れと、うん、そう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 。僕はね、この移住してきて、うん、最初に思ったのは、うん、先ほど言った太平洋と日本海ありますよね、うん、右の方に太平洋、左の方に日本海の風を感じられる場所だなと思ったんです、うんうん、でも待てよと、うん、何でも関西人は東京にって向いてるじゃない、うん、どこか、うん、でそれは違うだろう、うん、だから僕は西日本を向いて左の頬に太平洋、右の頬に日本海の風を感じる兵庫県が好きだっていうエッセイを書いたんですよ、うんうん、兵庫県の雑誌、うん、そしたら、うん、貝原さんが、知事の貝原さんが、うん、面白いやつだから会いたいと言われて会って、うん、でも堀内君面白い発想だね。そうです、うん、僕はせっかく東京からこっち来たんだから、うん、で兵庫県は両方の海を持ってるから、うん、独立しましょうと、うん、日本から、うん、独立して県境を封鎖して、うん、税金を莫大に取って、うん、ね、うん、そうして兵庫県が豊かな、で淡路島を食糧庫にしたらっていうのをやったらもう喜んじゃって貝原さんが。その次の年に阪神・淡路大震災が起こった。で僕の目論見は全てダメになったんだけど、うん、貝原さんが、うん、堀内君、うん、あの時に兵庫県独立計画って言ってたよね、それについては、うん、今がチャンスだよ、うん、まあ、日本からは独立できなくても、うん、何もなくなった日本、あの兵庫県をもう一回立て直すんだからと言われて、それで震災のボランティア、うん、頑張ろう神戸というのを立ち上げてやりだして、うん、で地元の人たちから最初は東京もん東京もんと言われてたんですけど、うんうん、気づくとなんかどっぴりと兵庫県人になって、そんな経緯がありますね。所、うんうん、さんは大阪から神戸ってどういうんですか、うん、女性問題かなんかで。もう真面目な生活日々ですから、もうでプロフィールを拝見させていただいたら、うん、バンなんですよね、一番最初。そう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 、バン。もうこれは、ね、世代的にバン、ジュンっていうのが男の子の初めて日本にファッションっていうのが出てきて、うんうん、その時の最初が石津健介さんのバン、ジュンというね、どっちかといえばアメリカっぽい、アメリカンカジュアル。そう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 、うん、そこの会社に、うん、だから昔は毛もふさふさしてたんですよ、うん、でケネディカットだったやっぱり。ああね、だからその頃には定番でファッションというともうそういう既成のものしかなくて、うん、そう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 、でもそれが今こういうふうに崩れていくというか好き勝手にしていいんだという、うん、その辺が面白いなと思うんですけどね、うん、
どんなライフスタイルを、うん、では1日どんな日々なんですか。日々ですね、だいたい8時15分に目覚ましで起きて、うん、そして起きてからコーヒーとトースト2分の1とゆで卵を食べて、そういう問題じゃないですかね僕は先ほど言った東京から神戸に移り住んでくるまで俳優、一応俳優で俳優を一応なりわいにしてるんですけど、先ほど言ったように阪神淡路大震災から頑張ろう神戸というのでボランティアをやりだして、あともう一つがですね、この俳優ってのは非常に不安定なんで、将来に対する不安があったんで調剤薬局をやったんです。ですから3つの顔を持っている。神戸にいるときは調剤薬局の経営者で患者様のお薬をお届けする。それは知らなかった。そして俳優の仕事のときには東京に行ってとか京都で撮影をして、であとはボランティア、これは震災からずっとやってるんですけど、東日本とか、そちらの方とだから大体3つの顔を持って生活をしてますんで、いろいろやってるんだ、ね、そうですね、人生死ぬまでの暇つぶしなんで、少しでもいろんなことをやれたらいいなという。だからその3つともそういう意味でファッションが違うんですよ。やっぱり薬局のご主人の時、この格好はないですよね。そうやね。ね。で、やっぱボランティアの時もこの格好はないし、だその時にはちょっと、ポロの、ワンポイントの爽やか系なのを着てみたり、だからその時その時で、俳優の方はコスプレみたいにいろんなものをやるんですけど、私はね、もうファッション業界一筋なんで、ファッション業界言うてもね、もう会社も5回6回ぐらい変わって、もうすぐ潰れちゃったりするんでね。でも好きなことをずっとやってきてるんで、今も一応いい年ないけどファッション業界でまだ頑張ってますね。そう、ファッションってなんかこうファッション雑誌に、出てくるようなファッションってみんな、当然ファッションっていうと思い込むんだけど、僕ね、その俳優ですから、お父さん役やったり、その恋人役というかね、そういう男性の役をやったり、さまざまな役をやって、その時にさまざまな洋服を着て、人生を短い間だけど演じるわけで、だからその俳優じゃなくても、日常生活をしている方たちっていくつもの役やってるんですよね。子供を幼稚園に連れて行く時のお母さんをやり、夫と子供が寝た後の夫と二人でいる時とか、テレビを見ながらその中の登場人物にときめかせる瞬間とか、だからその都度こう違ってるわけで、だからちょっとだけ意識すると結構楽しめるんじゃないかな、みんななんかショーウィンドウに入ってる洋服をそのまま着るから、それって違うんじゃない、それはもう全く同感。そういうことですよね。この靴下はお揃いじゃないの？この靴下これ、ね、これも兵庫の靴下なんですよ。そう、手触りいいですね。履き心地良さそうです、なかなか、すごく履きやすい。いや、今日はですからその兵庫県のね、着るもの、かぶるもの、全体、あと飲み物とか食べ物、そういうものが紹介されるっていうので、これからちょっとワクワクドキドキと、いろいろね、しておりますんで、楽しんで2人でちょっといろいろ見たいと思います、東京から僕神戸に来ましたよね、これってちょうど今の季節でいうと、ボジョレ・ヌーボー、ワイン、フルーティーなトレトレのワインがありますよね。東京にはね、そのボジョレはどんどん入ってるんですよ、ボジョレ的文化も含めて、ところが、神戸とかこの関西圏、兵庫の持っている濃厚な熟成されたワインっていうのはないわけですよ、東京に。で、その熟成されたものっていうのを作り出したのが先人たちが、兵庫人たちが、神戸人たちが作り上げてきたものってベースにあるわけで、そこにこう若いものの感性、なんかそういうものをこうプラスしていくことによって、なんか新しいね、こう未来につながっていく、アートであったり文化であったり、そういうものがこう、やっぱりさすが神戸だね、さすが兵庫県だねって言われるね、
だからニーズではなくてウォンツ、うんうん、ニーズは全国どこにでもあるわけだけど、やっぱウォンツ、うん、いや同じさっきの靴下でも、うん、同じ履くんなら、うん、まあユニクロはニーズだよね、どこにでもあるんだから。でもこの姫路の靴下、うん、これはここにしかないわけで、うん、だからそういうニーズじゃなくてウォンツを満たす街、うん、なんかそんな街で神戸が生きていってくれたら、うんね、若者たちもどんどん入ってきてもらってね、うんうんうん、素敵な、まあ、神戸ね、やっぱり洋風文化発祥の地なんだよ ね、 そうですね、ずっとね、あの江戸末期まで鎖国してて海外との交流なかったんやけど、うん、まあ鎖国といて、はい、海外からいろんな文化とかものが入ってきて、で神戸から広がったものもすごく多いんですよ ね、 そうですよね、この紳士服もそうだし、はい、靴もそうだし、こういうシャツもそうだし、食べ物でもね、食べもそうですね、うん、スポーツでもそうですね、スポーツもサッカーなんかも神戸が最初ですから、ね、うん、そうですよね、なんかそういう意味ではなんか新しいものを実際なりにどんどん生み出して、例えばライフスタイル、うん、生き方とか ね、 そ う、 ですね、そういうのが、うん、神戸から何か新しいスタイルを編み出していく、ね、生み出していくっていう、あとだからまだ今神戸に住んでなくても、うん、今回なんかライブで配信していくわけだから、うん、ね、全国の皆さん見るわけだから、うん、一度神戸に来ていただいて、そうそうそう、でなんかそういう若者たちが、うん、過ごしやすい、うん、なんかそんなフィールドを僕たちはやっぱり作っていかなきゃいけないですよね、うんうんうん、